シリーズへようこそ、100秒でよりスマートに、パート9、今日は、コラジモスとファラジモという言葉の違いを説明したいと思います。コラジモスは間違った言葉です。それは、ユダヤ人の、ホロコーストまたはショア、のような特別な用語を持っていると何人かの人々によって決定されました。問題は、これらの人々が良いロマンスを話さないということでした。個人的には、私たちローマだとは限りません。第二次世界大戦中のホロコーストの破壊とヨーロッパの国家社会主義者の時代については、私たち自身の言葉は必要ありません。私はあなたに言わなければなりません。ホラジモス。翻訳されたということは、提案されたことがそれを意味するという意味ではありません。それは広がることを意味します。そして拡散は完全に愚かです。この言葉を正すために、非常に賢いローマの女性が別の言葉を思いついた。言葉は、ファラジモス、という意味です。灰になります。少なくともファルジモスという言葉は、ホロコースト中の私たちの闘争と運命を表しています。私の意見では、ホロコーストのために別の言葉は必要ありません。ホロコーストはホロコーストであり、誰もがそれが何を意味するかを知っています。だから私は本当にあなたに聞きたいです。コラジモス、という言葉の使用をやめること。聞いたら介入して、この言葉が間違っていることを説明してください。ユダヤ人のホロコーストは、私たちの人々と同じイデオロギー的破壊でした。あなたが何かを学び、100秒以内に私のシリーズスマーターで再び私を訪ねてくれることを願っています。このコロナの時期に健康を維持してください。来週、ローマとシンティの違いは、彼らはハンブルクで言います。バイディガ。